乗務用の街は1948年に公開されたアメリカ映画。本作はハリー・クレーナーが FBI の記録をもとに脚本を書き、実際に起こった事件を描いたセミドキュメンタリー作品である。5日間で2件の襲撃殺人事件が起こる。調査すると2件の事件で用いられた銃は同じものであることが判明する。そこでフーバー長官は、 ジョージ・エイ・ブリックス・ケーブを捜査責任者に任命し、FBI は捜査を開始する。捜査した結果、ロバート・ダンカーという男が容疑者として浮上するが、彼にアリバイがあることがわかる。ブリックス・ケーブが彼に会いに行くと、ジョン・スミスという人物が保釈金を払い釈放されていた。その夜、ダンカーが殺害されているのが見つかり、FBI の人員コーデルは、 ダンカーの行動を知るため潜入捜査を始める。街に来たコーデルはジョージ・マンリーとして暮らし、次第に顔を知られてきた。コーデルはボクシングのジムでオーナーだというアレック・スタイルズに会う。その後、ダンカーと同じ状況を作り出すため、コーデルはマンリーとして逮捕されることになり、FBI は偽の犯罪記録を作成し、彼を釈放する。街に戻ったコーデルは、 アレックに愛組織に誘われる。誘いを受けた彼は襲撃事件がアレック一味の犯行であることを確信し FBI に報告する。コーデルが街を出たことでアレックの部下に疑われるがやり過ごす。そしてアレック一味は襲撃計画を立て始めた。それを FBI に報告するコーデルだったが見張っている FBI の情報を何者かが流し、アレックは 計画を中止する。アレックのアジトに忍び込んだコーデルは、銃弾を手に入れるがアレックと鉢合わせしそうになるが、逃げ切る。しかし、アレックは侵入者を調べるため、銃の指紋の称号を FBI の内通者であるラルフデモリーに頼む。すると、コーデルのものであることが判明する。一方、コーデルが送った銃弾が二件の事件に使われたものと一致したことで、フーバー長官が、 アレック・一味と内通者のデモリーの逮捕命令が通達される。だが、身元がバレたコーデルは、アレックに工場の金庫を開けるよう言われ開けると、始末されそうになる。その時、FBI が工場に乗り込み、アレック・一味は全員が射殺された。ありがとうございます。